始めよう。嫌いな人間が死ぬボタンがあっても多分押せない。でも僕のことを嫌いな人間が死ぬボタンが迷う。君たちマナーは守ろうね。こんなこと人にできるのか。できたとしてそれは本当に人、あの映画館の。へえ、君、俺が見えるんだ。やったのが俺ならどうする？責める？彼らは君にとって特別だった。僕にも。私もあなたを術師として認めていない。スクナという爆弾を抱えていても己は有用であるとそう示すことに尽力してください。俺が弱くて使えないことなんてここ最近嫌というほど思い知らされてる。でも俺は強くない。強くなきゃ死に方さえ選べねえからな。監視カメラには何も映ってなかったんだよね。ええ、被害者以外は少年が1名のみです。じゃあ犯人は呪霊？まあそうですね。呪霊がいますね。虎杖君、やります。勝てないと判断したら呼んでください。ちょっと舐めすぎじゃない？俺のことは。舐める舐めないの話ではありません。私は大人で君は子。私には君を自分より優先する義務があります。君はいくつか視線を超えてきた。でもそれで大人になったわけじゃない。小さな絶望の積み重ねが人を大人にするのです。早めに上がります。私の術式はどんな相手でも強制的に弱点を作り出す効果があります。7対3、対象の長さを線分したとき、この比率の点に攻撃を当てることができればクリティカルヒット。私より格上の相手にもそれなりのダメージを与えることができます。そういうのってバラしてもいいもんなの？メリットはあります。手の内を晒すという縛りが術式効果を底上げするのです。邪魔です。本気で取り組みましょう。頭が空いてますよ。決めます。これで帰らせてもらいます。さてそろそろ帰宅の時間です。真面目にやらない人は嫌いです。こんなものでしょう。こんな風に。私からは以上です。虎杖君、後ろ。え？よそ見は感心しませんね。話しかけたの誰？さあ！修行を思い出せ。有事の気力を出せねえ。遅れてやってくるね。有事の瞬発力に呪力が追いついてない。拳が当たったと認識した直後に呪力がぶつかってくる。つまり一度の打撃に二度のインパクトが生まれる。
いい感じだな。力が人間離れしているのか。伸びしろもある。 100% の体術に 100% の呪力を乗せられる。あの人が連れてきただけあるわけだ。イタドリ君、とどめは待ってください。これを見て。呪霊ってこういうの映んないんじゃ。落ち着いて聞いてください。私たちが戦っていたのは、イエイリさんからの報告によれば、やはり先ほどの2体は呪術で体の形を無理やり変えられた元人間と、死因は体を改造させられたことによるショック死。虎杖君が殺したんじゃない。そこ。はい。どっちもさ、俺にとっては同じよ。それでもこれは趣味が。この子は他人のために本気で怒れるの。あの残影自体ブラフで、私たちは誘い込まれたのでしょう。相当なやり手です。これはそこそこでは済みそうにない。決まっていきましょう。おっ、マヒトさんは何の呪いなんですか。人間、俺は人が人を憎み押された腹から生まれた呪いだよ。出て。異形を手遅れとはいえ、人を殺めるの。いやあ、よかったよ。五条悟が来ても困るけど、あんまり弱いと実験にならないか。残業は嫌いなので、手早く済ませましょう。魂と肉体、どっちが先だと思う。義務を果たしましょう。肉体に魂が宿る、それとも魂に体が肉付けされているのかな。前者。ブッブー。答えは後者。いつだって魂は肉体の形だ。魂の形だ。もう分かったでしょ。俺の術式は魂に触れ、その形を変える。大回転。邪魔で。ここからです。走ります。その攻撃は通りません。邪魔です。避けられますか。避けられますか。こんなのはどうだ。死んじゃうよ。避けられますか。邪魔です。頭が気合を入れていきましょう。無駄です。そろそろ時間です。頭が空いてますよ。邪魔で本気で取り組みましょう。これで勝負をつなぐよ。甘い考え。これで帰らせてもらいます。さてそろそろ帰宅の時間です。もっと楽しみたいな。あんた何級？一級。強いわけだ。実験体として感謝するよ。多少は無意識に魂を呪力で覆っているようだね。まあ、あと2、3回触れて人間やめさせてあげる。
母ちゃん、いい人だな。うん。虎杖君は呪術師なんだよね。人を殺したこと。でもいつか悪い呪術師と戦ったりするよね。その時はどうするの？それでも殺したくはないな。なんつうか、一度人を殺したら殺すって選択肢が、命の価値が曖昧になって大切な人の価値までわからなくなるのが俺は怖い。人に心なんてない、その考えに救われた。でも僕が人を殺すことであの魂が汚れてしまうなら、僕に人は殺せない。寝ちゃった。ミュージ君、もう帰っちゃった。ん？何これ？こんなもんか、一級術師。よく逃げ回ったけど、いろいろと限界でしょ。ここから時間外労働です。私の術式は対象を線分したとき、7対3の比率の点を強制的に弱点とするのです。そしてこの術式は生物以外にも有効です。術式の開示、本気だね。ここからです。時間をかけすぎました。終わらせて帰ります。この軌道に軍事点で考えるのは一つ、こちらは現実的。二つ、全身を一撃で粉々にする。コンボをつなぐよ。邪魔です。頭が空いてます。横です。そろそろ時間です。そろそろ時間です。こんなのは私の殺し。横です。邪魔です。横です。無駄です。コンボをつなぐよ。横です。足を取られましたか。コンボをつなぐよ。横です。そろそろ時間です。邪魔です。これで帰らせてもらいます。横です。コンボをつなぐよ。横です。足を取らせて。こっちです。邪魔です。これでコンボをつなぐよ。邪魔です。これで帰らせてもらいます。横です。コンボをつなぐよ。これでコンボをつなぐよ。無駄です。これで帰らせてもらいます。さてそろそろ帰宅の時間です。真面目にやらない人は嫌いです。こんなものでしょう。おかず地方、あらがら当たりした対象に重力を込める拡張術式。相打ちだったの攻撃攻撃、これはさすがに呼ぶだろう。いいかな。一旦退けよう。足、早く直してください。お互い生きている。また会いましょう。これは呪いを呼び寄せる呪物なんだ。なんでそんなものがうちに。骨と金さえあれば人なんて簡単に呪い殺せるんだよ。心当たりはないか。君や母親を恨んでいる人間、もしくは金と暇を持て余した薄暗い人間に。
君の考えている絵図が描けるといいね。大丈夫じゃないかな。二人をぶつけて虎杖悠仁に宿儺結衣の縛りを課す。君じゃ俺に勝てないよ。さっさと変わんなよ。宿儺にさ、無意転変。俺の魂に触れるか。共に腹の底から小僧を笑った仲だ。一度は許す、二度はない。部をわきまえろ、試練者が。変わんねえよ、言ったよな。ぶっ殺してやるって。今日は後で。私の攻撃は奴に効きません。は？え？なんで？しかし、奴の動きは止められます。お互いが作った隙に攻撃を畳みかけていきましょう。おここからです。いい感じだな。油断せずに行きましょう。アデラの仲介？再会を示して。奴は形を変える調子。呪力のためがある。よろしい。俺の手だ！まだ出せねえ！形を。待っておいで。
ップ本番走りの前に出るコンボいい追い打ち大回転重力が体に満ちるのを感じるよ邪魔ですもう地獄だこっちです避けられました感覚を取られましたか今は無理だ横で気合を入れていきましょう失礼前に出る俺に任せろ飛ばしますガラー頼みましたよ本気で取り組みましょう虎杖君これで終わりにしましょうおっ終わりですそろそろ時間です重い走りますまだいけるよ頭が空きますそろそろ楽しいなこっちです俺に任せろ黒線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 現実と理想のすり合わせができてないそれは違います彼は今まさにそのすり合わせの真っ最中どちらかといえばバカはあなたです殺してきたか気合を入れていきましょうあっ先生ガラ空きでアテンこれでこの地獄で邪魔です本気で取り組みましょうガーテンぶっ飛べそろそろ打ち合いますどっかガラーキですここですこんなのはどうガーテンガーテンどうせもう潰してやろうかな落ち着いていこうナイスこっちでそろそろいい追い打ちわかりましたナイス横ですぶっ飛べ取られましたかここから決めれ頭がいい追い打ちまだいけるよ俺にナイス黒線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 ドライなんて新鮮なインスピレーションこれがシカ
攻めるのはいい追い打ち。わかりました。前に出る。ついていこう。横です。ナイス。ガラ空きです。今です。わかりました。虎杖君、これで終わりにしましょう。おっ、終わりです。失礼。こっちの時の感覚を。ガラ空き、こいつは負けたは無理だ。やりました。虎杖君、これで終わりにしましょう。おっ、終わりです。今のできない領域展開。地平炎丼か。領域展開、おそらく奴の魂に干渉する術式は原型の手のひらで触れることが発動条件。しかしそれが必中の領域内となれば、私は今文字通り手のひらの上。今君に感謝。必要ありません。それはもう大勢の人にいただきました。なんで入れる？言ったはずだぞ。二度はないと。お前が死のうと、お前が死のうと、どうでも。やつ以外は、心底どうでもいい。領域展開なんて呪力消費だ。まさに切り札最終音。それを少なめ。だがここが瀬戸際。絞り出せ最後の呪力を。今ならやれる。無経験。なんだこの手応えのなさは。バイバーイ。楽しかったよ。待て！